高知市立自由民権記念館が近くにあることから、自由民権記念館前の副名称が付される。岸壁通時代の停留場あたり停留場は1904年、桟橋停留場の名で開業した。土佐で、交通の前身土佐電気鉄道によって、桟橋線が開通した時から存在する、停留場で、当時の路線は、梅の辻停留場から東停留場まで、 翌1905年には、路線が延伸し、新たに、三橋停留場が開業。当停留場は、岸壁通停留場に解消するが、その時期については不詳である。三橋車庫前停留場への解消は2007年。自由民権記念館前の副名称は2009年。停留場の移設により記念館が近くなったことを機に、付けられた。記念館は、 この2年前より、屋形名を停留場名に盛り込むよう要望しており、土佐電気鉄道が申し入れに応えた形となった。三橋線の軌道は、道路上に敷かれた、平洋軌道で、同停留場も、道路上に、ホームが設けられる。ホームは2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように、向かい合って廃される。軌道の東側にあるのが、三橋方面行き。 西にあるのが、高知駅方面行きのホーム。指導の延伸により、停留場は2009年に約50メートル北へ移設された。隣の三橋通り4丁目停留場との間には、三橋車庫があり、土佐電交通の車両基地として機能する。車庫は1987年に、千寄町から移転、運用を開始した。入出庫線は、 上り線とのみ接続しているため、車庫から出庫した電車は、上り側にある、三橋通り四丁目を始発停留場とする。一方入庫する電車はすべてあたり停留場を終着とし、渡り線を使用して車庫へ向かう。高知市立自由民権記念館は停留場より、徒歩1分ほどの距離。このほかワンパーク高知や高知県立高知南中学校、高等学校が近い。 かつての停留場名にあった岩壁は高知港のフェリー岩壁を指したが港に出入りしていたフェリー航路はいずれも撤退している三橋通り五丁目バス停留所があり以下の路線が乗り入れるただし午前6時台に三橋車庫始発となる一般路線のバスについては三橋通り五丁目バス停で乗車の取り扱いをせず三橋車庫正門で取り扱う 高速バスについては乗車は、三橋車庫内の自動車棟の、三橋高地営業所バス停留所で、乗車の取り扱いをする。a b c d e f g h i m 尾 o k 日本鉄道旅行地図庁11中国四国、新庁舎、2009年、61ページ。ISBN978 から4から10から79万29から6。ABCDEFG。 土佐電鉄が走る街今尺101.156から158ページ、ABCD、土電の伝停名に、自由民権館前教師席巡り行事、高知県、朝日新聞、P28、上野広と。土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島慶造、四国、 九州ライン全線、全駅、全配線第二関四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年、38.95ページ。ISBN 978から4から06から29万5161から6。ABCD 川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年。 287ページ。ISBN 978から4から794216151、e。AB、土砂電鉄が走る町混七76から77ページ。AB、路面電車は行く高知高知新聞社。1998年。94ページ。ISBN 4から875032684。電車起動路線図。土砂電交通。 2017年5月24日閲覧。土佐電鉄が走る街混弱58ページ。ありがとうございます。